どうも、ハイチです。実は今、仕事の休憩中にですね、ちょっと YouTube を久々に見ておりまして、最近あんまり見なくなってきたんですけど、動画動いてたね。ちょっと待って。スカイピースさんとね、花尾さんのコラボの動画をたまたま見て出てきたんで、見てたんですよ。で、皆さんも、まあ好きな YouTuber さんとか、こう、投稿されたりすると見るじゃないですか。で、見てるときに、やっぱこの右側のね、ここ、こっちと画面あれですけど、この辺にさ、関連動画出てきますよね。で、それに、こう、あれこれなんか見たことないなとか面白そうだなって思うと、ポチってして、で、一本の動画今、まあ、YouTuber さん10分何秒が多いよね。広告いっぱいつけれるからさ、10分ちょっとの動画を、一本で終わろうと思ったんだけど、あれ2本3本って、あ、気づいたら1時間経って、やっちまったみたいなことが結構あると思うんですよ。で、実はもともと YouTube すごい見るのが好きで、結構仕事してる時とかも、そのやっちまったーに結構なってたタイプでね。で、まあそれも良くないなと思って、いろいろ考えて改善をしてったんです。で、その時の着眼点として一番大事にしてたのが、今、その自分にとってこの動画見る必要あるのっていう着眼点をすごく大事にしてたのね。で、動画を見る理由って皆さんそれぞれあると思うんですよ。ただ単にやっぱり好きな YouTuber さん、それが、ガチガチのファン、もう激推し、めちゃくちゃ推してるっていう方、もう全部の、その方が上げてる動画全部見るよっていうんだったら、まあ見たくなると思うんですね。で、まあそこは置いといて、きっと皆さんもめちゃくちゃ推してる YouTuber が1人、2人、3人、4組、5組ってめっちゃいないと思うんですよ。だいたいいても1組か2組ぐらいで、あとは、まあ好きだよって、そんなめちゃくちゃ推してるわけじゃないけど、まあ好きだよっていう方、そういう方が上げてる動画、全部は見ないんだけど、関連動画でやっぱ出てくるので、サムネイル見て、あ、面白そう、見たことないって言って、ポチってしちゃうと思うんですよ。でね、その時にふと思ったのが、動画を見る理由って何なんだろうって思ったんです。いや、すげえなんだろうって思うかもしんないんだけど、ちょっとみんなも考えてほしくって、動画を見る理由です。もちろんこれに答えなんてものはないだろうし、でも自分の中で思ったのは、一つはまず息抜きをしたい。例えば疲れたとか、落ち込んでるって気分を変えたいなとか、あと息抜きをしたいなってのがまず一つだと思うんですね。で、二つ目が、何かを学びたいとか、こう興味ある分野を学びたい、勉強したいと思うのも多分一個の理由だと思います。で、三つ目はこれも特に理由ってわけではないんですけど、なんとなく気になる、なんとなく見てるっていうのがすごく多いと思う。で、この中で、まあ、一番の気分転換っていうのは一個の目的にはなってる。ただそれがダラダラしてしまうと結局、ああやっちまったにまた戻ってしまうんだけど、やっぱり一番問題なのは三つ目だと思うんです。なんとなく気になるから見てる、なんとなく見てたら時間が経ってるっていうのは、もちろん見た後にああ面白かったっていう感情はあると思います。 YouTuber さんの動画って非常に編集が凝ってるし、面白いものが多いからね、見てよかったなって思うかもしれないんだけど、でもそれ今見なきゃいけなかったって振り返った時に、見なくてもよかったんじゃないかなって思うものってきっとあると思うんですよ。ただ実際見た時に、見てみなきゃわかんないじゃないですか、そんなものは。実際中の動画を全部見てみて、そうしたと判断はできないものだとは思うんですけど、でもみんなは多分俺なんかよりもいっぱい動画を見てきてる。だから動画を見るっていうことに関しては、俺よりもみんなの方が先輩というか経験値は多いはずなんだよね。で、その振り返った時に、こういう時、こういうタイミングでこの動画見るべきじゃないなっていうのは多分判断ができてくると思うんですよ。で、そこでね、一時期自分がやってた方法、これ多分アカウントを持ってないとできないかもしれないんですけど、動画の閲覧画面、見てる画面に保存っていうボタンがあって、パソコンだとこの辺ですね。ここにある保存を開くと、後で見るっていう、一応こうグループ分けをすることができるんです。で、ちょっとこの詳しい原理とか、そのアカウントを持ってなきゃいけないとかちょっとわかんなくて申し訳ないんだけど、で、そこにまずぶち込んでたの。その、あ、見たいなと思ってクリックした後に、ちょっと待てと。お前、10分さっき1本動画見て休憩しただろ、俺は、みたいな。思って、もう1本見ようとしてるの、みたいな。でも気になるわけよ。見たいな、面白そうだなと思うから。で、後で見るにぶち込むのね。で、ぶち込んどいて、で、まあ、単純に後で見るんだけど、でも、それをやってて思ったことが、例えば、じゃあ、その後で見るにいろいろ何本かぶち込んだ後に、まあ、仕事が終わったとか、まあ、夜とかね、ちょっとこう、まあ、勉強の合間とかのわかんないけど、どっかの後のタイミングで見たときに、あ、別にでもこれ見なくてもいいや、って。その昼間、昼間とかその瞬間、最初にその動画を見た時には、あ、見てみたい、気になるって思ったんだけど、実は、後で振り返った時に確認したら、あ、でも別に見なくてもいいや、って思ったりするんだよね。きっとそれは、どっか買い物に行った時に衝動買いする方ともいると思うんだけど、あ、これ欲しいって思ったんだけど、実はちょっと、
と冷静になってみたら、いやでも別にいらないかなって思う感情と非常に似てると思っていて、なのでまあみんなもね結構ダラダラ YouTube 見ちゃうって悩みを持ってる方多いと思うんですよ。だからその時に今この動画を見る必要あるのかなっていう、まず着眼点というか視点を一個持ってほしい。でもし後で見るとかいうのができるんであればやってみて、で後で見てみるの本当に、で後でまた見たいと思ったらその次の休憩とかで見てもいいわけじゃんか。きっとみんな勉強頑張んなきゃなとか頑張りたいなと思ってる時に、10分だってね、10分休憩しようと思ったのが1時間休憩しちゃった、1時間見ちゃった、自己嫌悪になるんだって。で積み重なっちゃうとそれが普通になってっちゃうから、そうするとどん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 リズムが崩れちゃうので、まあもしよかったらねちょっと参考にしてもらえたらと思います。